ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今回は、ハリウッド映画界の闇を解説しようと思うんだが、そのためには欠かせない人物がいるんだ。誰なの？ジュディ・ガーランドだぜ。ジュディ・ガーランド？正直、名前だけじゃピンとこないんだけど。そうだよな。古い時代のスターだから、知らない人も多いだろうな。彼女は1939年に公開された映画、オズの魔法使いで、主人公ドロシーを演じた女優なんだ。虹の彼方へを歌った人といえばわかるかな？それなら聞いたことあるかも。でも、そんな有名な女優に闇があるっていうのは意外だね。表舞台では輝いて見えた彼女だけど、その裏には映画業界の圧力や、過酷な環境が彼女の人生を蝕んでいったんだぜ。なるほど。輝いてる分だけ影も濃いってことか。なんか、魔法の代償みたいなものを感じるわ。今回の話を聞けば、ハリウッド映画界の闇と、彼女がどれほどの苦悩を抱えていたのか、その理由がわかるはずだ。それは興味深いわね。どんな闇が隠れているのか、早く聞きたいわ。じゃあ早速始めるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ねえマリサ、私ジュディ・ガーランドについて、正直あんまり詳しくないのよね。どんな人だったの？ジュディ・ガーランドは、アメリカの伝説的な女優で歌手だったんだ。さっき少し触れたけど、ジュディの名前を一気に世界に広めたのは、1939年公開の、オズの魔法使いでドロシーを演じたことだな。私、オズの魔法使いのお話って大好き。ドロシーみたいに勇気があって芯の強い女の子って、本当に素敵だよね。それに、冒険の物語がすっごくワクワクするわ。オズの魔法使いは世界中で愛されてる物語だぜ。そして、あの作品で歌った、オーバーザレインボーも、世界中で愛されてるんだ。私、その歌は知ってるわ。虹の彼方にって、なんか聞いただけで心が温かくなるような曲なのよね。でも、その作品だけでそんなに有名になれるの？彼女のすごいところは、その演技力と歌唱力だけじゃなくて、ステージでの存在感だったんだ。へえ。だけど、たった17歳でハリウッドの大スターになったその背景には、多くの苦労とハリウッドの闇があったんだぜ。17歳でハリウッドスター？そんな若さで？ねえマリサ、ジュディは何歳からこの世界にいたの？2歳半だな。2歳半、おむつ履いて舞台に立ってたんじゃないの？そうかもしれない。彼女は家族と一緒に、ボードビルっていう舞台パフォーマンスをやってたんだ。ボードビル？ボードビルっていうのは、歌やダンス、コメディーなんかをミックスした、当時のアメリカで大人気だった、エンターテインメントの形式なんだよ。そんな幼い時からショービジネスの世界に足を踏み入れ、舞台に立ってたんだ。それで、ジュディはどんなパフォーマンスをしてたの？姉たちと一緒に、ガムシスターズというグループを組んで舞台に立ってたんだ。後にグループ名を、ガーランドシスターズに変えて活動してたけど、すぐにジュディの才能が目立ち始めて、彼女がグループの中心になったんだぜ。でも、どうしてそんなに小さい頃から舞台に？それは、ジュディの両親も舞台関係者だったからだな。それに彼女の才能が本当にズバ抜けてたから、自然と舞台に立つことが多くなったんだよ。なんか才能って普通は嬉しいはずだけど、なんか家族総出で働かされてる感じがするの。ちょっとブラックっぽいわよね。その後ジュディが13歳の時、MGM スタジオと契約を結んで、そこから彼女の映画人生がスタートするんだ。彼女の家族は彼女のキャリアを支える一方で、彼女をさらにショービジネスの深みへと引き込んでいった。それが彼女のキャリアを一気に押し上げ反面、人生を複雑にしていったんだ。なるほど、ハリウッドのキラキラの裏側には、やっぱり闇の深淵があったわけね。怖いなぁ。そうなんだ。ジュディ・ガーランドの悲劇の始まりの一つは、スタジオからの厳しいダイエットの強制だった。ダイエット？女優さんは体型を維持するために努力するって聞くけど、そんな生優しいもんじゃないぜ。まだ10代だった頃、MGM は彼女に細身でいることを求めて、過剰な食事制限を課してたんだ。食べるの我慢して痩せろって？それ、マジで信じられない。10代でそんなことされたら、成長が止まってしまうわ。ほんとだぜ。彼女は食べたいものを自由に食べるなんて許されなかったんだ。食事はほとんどスープとサラダだけ。無理無理無理。私なら絶対にスープだけじゃ生きていけない。それに、体重が少しでも増えたら、プロデューサーから怒られることもあった。普通の子供みたいに、チョコレートとか食べられなかったの？悲しいわね。
さらにひどいのは体重管理のために、当時のハリウッドのスタジオでダイエット薬として使用されていた、アンフェタミンを飲むように強制されたことだな。アンフェタミン？俗に言う、いけないお薬だぜ。この薬を飲むと頭が冴えて眠れなくなったり、一時的に元気になったりするんだ。その他にも食欲を抑える作用があって、昔はダイエット薬として使われてたけど、今では依存性や健康に悪影響を及ぼす危険なものとして禁止されているぜ。ちょっと待って。そんな危ない薬を飲まされてたなんて、ジュディは大丈夫だったの？確かに太る心配はないけど、体にはダメージマックスだっただろうな。そんな、それって、まるで道具みたいに扱われてるみたいじゃない。そうなんだ。彼女は次第に、自分の体が自分のものでなく、スタジオの操り人形みたいに感じ始めたんだ。自分に対する信頼もどんどん失っていって、まるで自分の人生をコントロールできないみたいな気持ちだったんだぜ。ひどい。それに薬を飲ませていた理由は他にもあるんだ。ダイエット以外に理由があるの？さっき、薬を飲むと一時的に元気になるって話しただろ？撮影がハードすぎて、元気になるため、彼女は嫌でもお薬に頼らざるを得なかったんだよ。でも薬の効果が切れると、強い疲労感や倦怠感に襲われ、気分が落ち込み眠れない。そりゃ、寝ないと体がオーバーヒートしちゃうわ。眠れない夜を過ごさないために、今度は強い睡眠薬を飲んで、無理やり眠らなきゃいけなくなったんだぜ。昼はカフェインマックス、なのに夜は無理にスリープモード？それって完全に壊れかけてるじゃん。自分で自分を壊していく最悪のループだよ。その通りだ。彼女はお薬を使わないと仕事ができないと思い込まされてしまい、そのループから抜け出せなくなってしまったんだ。それってもう、完全に依存症コースまっしぐらじゃない？仕事のために自分の体を犠牲にしなきゃいけないなんて、あまりにもひどすぎるわ。ジュディは薬に頼らざるを得ない状況に追い込まれながらも、周りからは、これがスターの宿命だよなんて、まるで人間じゃないみたいに言われて、感情のないマシーンみたいに扱われてたんだ。彼女は、その悪夢のような状況から抜け出す方法を、見つけることができなかったんだ。そんな、それって、まるで攻略本もなしで迷路に閉じ込められたみたいじゃない。しかも迷路のゴールにいるのは、いつも自分を追い詰めるスタジオの人たち。悪のリアリティショーだね。しかも脱出不可能なやつ。次に彼女が直面したのは、見た目をもっと美しく保てという、強烈なプレッシャーだったぜ。スタジオはジュディに、もっと魅力的なスターに見えなければならないって、絶えず言い続けたんだ。外見、なんでそんなこと言うの？彼女ってもともとすごく魅力的だったじゃない？それにしても、そこまで追い詰める必要ある？実は、当時の MGM 社長をはじめとする上層部の人間や、なんと信じられないことに、彼女のお母さんまでジュディの見た目をけなしてたんだ。どれだけ努力して魅力的になっても、それ以上を求められていたんだろうな。どれだけ頑張っても、まだ足りないって言われるなんて、私だったら心折れちゃうよ。その上、彼女の顔や体の特徴を変えるため、スタジオは歯の矯正や特別なメイクをして、ジュディ自身が望んでいない変化を無理やり施していったんだ。それってまるで、誰かが勝手に自分の顔に落書きしてるみたいじゃない。自分がどんどん消えていく感じだな。自分らしさを全部否定されるなんて、まるで鏡に映る自分が知らない誰かみたいで、本当に胸が痛くなるわ。最後の悲劇的な要因は、彼女がどうしてもこなさなければならなかった、極めて過酷な撮影スケジュールだったんだ。過酷なスケジュール？オズの魔法使いの撮影中は、1日18時間以上も働いていたことがあったんだぜ。18時間？それって、もはや人間の限界を超えてるじゃない。子供がそんなスケジュールで働くなんて、ありえないわ。しかも、彼女が少しでも疲れを見せると、スタジオの人たちは彼女を叱責したんだ。常に完璧でいることを求められて、ミスは許されなかったんだよ。体も心も休む暇なんてなかったのね。そんな環境でどうやって普通に過ごせっていうの？ジュディはどんなに辛くても、ファンの笑顔のために無理して頑張り続けていたんだ。でも、その無理がどれだけ彼女の心と体を削っていたのか、自分がどれだけ追い詰められてるかすらわからないほど、心が壊れかけていたんだ。スターって言うと華やかで憧れるけど、そのキラキラの裏には、こんなにも辛くて暗い影があるなんて、本当に信じられないわ。ハリウッド映画界の闇はまだあるぜ。霊夢はキャスティングカウチって言葉知ってるか？
キャスティングって配役って意味よね。カウチは、ソファーみたいなやつ？そうだな。キャスティングカウチっていうのは、役を得るためにプロデューサーや監督に対して、性的な見返りを求められることを指すんだ。え？それって、いわゆる枕。だな。実は、ジュディ・ガーランドもこの問題に巻き込まれたと報じられているんだ。当時のハリウッドでは、若手の女優たちが役を得るために、プロデューサーやディレクターから不当な要求を受けることが日常茶飯事だったんだ。ジュディみたいな実力者が、そんな理不尽な状況に直面してたなんて信じられないわ。MGM のスタジオに所属していた時、スタジオの幹部たちからそういった不適切な要求を受けたとされている。断ればキャリアに悪影響が出るという脅しもあったらしいぜ。それって、権力を悪用してるってことだよね。役を得るために実力以上のものを求められるなんて、本当のことだったらひどいわ。それが、本当のことだったみたいだな。実は、2017年にハリウッドの大物プロデューサーであるハーベイ・ワインスタインが、長年にわたり多くの女性にセクシャルハラスメントを行っていたとして告発されたんだ。そんなことが実際に行われてたの？過去40年にわたり、100人以上の女性たちから、性的な被害を受けたとして訴えられてたんだぜ。そんなにたくさん、ありえない。でもこれは彼一人だけの問題じゃないぜ。ハリウッド全体に根付いた古い枕営業の習慣の一部なんだ。そんな、女性たちはそれが不快で不当な行為だとわかっていても、業界の強いプレッシャーや恐怖感から、プロデューサーと性的な関係を持つことが必要だと判断して、仕方なくその要求に応じてしまうこともあった。でも、そんな行為も、結局は本人が選んだことだって思われがちなんだよ。だけど、この告発が契機となって、あのハッシュタグミープ運動が急速に拡大したんだ。私も告発するっていうあの運動ね。ジュディ・ガーランドがその状況に巻き込まれたというのが事実かどうかに関わらず、こういったことがハリウッドで実際に行われていたのは確かなんだ。映画の世界のきらびやかなイメージの裏に、こんなにも暗い闇があるなんて。でも、それこそジュディ・ガーランドが戦っていた現実だったんだね。それにハリウッド映画界では、信頼していたエージェントたちから、まさかの裏切りを受けることだってあるんだ。エージェントって、契約やスケジュール管理とかやってくれる人だよね？それが裏切るなんておかしいでしょ。そうだな。次にジュディ・ガーランドが直面したのは、信頼していたエージェントたちによる金銭的な裏切りだ。彼女はハリウッドのトップスターで、キャリアの成功を収めていたにもかかわらず、しばしば経済的な困窮に苦しんでいたんだ。あれだけ有名で成功してたのに、お金に困ってたってどういうこと？普通、トップスターならお金の心配なんてないと思うけど？それが、彼女のエージェントやマネージャーたちが、彼女のお金を管理してたはずなのに、裏でごっそり不正に使い込んでたんだぜ。なんてこと。大リーグでも似たような話を聞いた気がするけど、昔から同じような不正があったんだ。ジュディは彼らを信頼して任せていたけど、気づいたら資産がどんどん減って、そのせいで、生活費や医療費すらままならなくなったんだ。それって完全に詐欺よね？信頼してる人に裏切られるなんて、むちゃくちゃショックだったと思うわ。スターとしての栄光があっても、裏ではそんなに苦しい生活をしてたなんて。彼女がその裏切りを知ったとき、自分の周りの人たちが自分を利用しているだけだと感じたんだ。それが彼女の信頼問題をさらに悪化させて、孤立感を強める結果になったんだぜ。愛や信頼できる人を見つけられず、裏切られるたびに心がどんどん壊れていったんだ。信頼できる人もいなくて、愛もお金も失って、そんな状況で生きる希望なんて見つけられる？彼女にとって、世界がどんどん狭くなっていく感じがするわ。そうだな。ジュディは自分の才能と努力で成功をつかんだはずだったのに、最終的にはその成功が自分を破滅させる要因になってしまったんだ。きらびやかな映画の世界の裏で、こんなにも深い孤独と悲しみに包まれていたなんて。ジュディは10代の頃から、スタジオの指示で無理に飲まされた薬の影響で、体も精神も限界を迎え、幻聴や被害妄想に苦しむようになり、撮影中に体調が悪くなって中断することも多くなった。そしてだんだんと、わがまま女優とか、落ちた子役なんて、悪い評判が広がってしまったんだ。そんな、ひどすぎるよ。本人は苦しんでるのに、周りはそんな風に見るなんて。自身も周りの期待に応えられず、どんどん自己嫌悪に陥っていったんだぜ。そんなにも深く追い詰められていたなんて。
でも、誰も彼女の本当の苦しみを分かってなかったんだろうね。そうだろうな。そして1969年6月22日、ジュディ・ガーランドはロンドンの自宅で、バルビツール系睡眠薬の過剰摂取によって亡くなってしまったんだ。当時、彼女は47歳だったぜ。そんな、彼女、本当にそんな結末を迎えたの？実は公式には、ジュディの死は事故として発表されていて、自ら命を絶つ意図はなかったとされているんだ。彼女は以前からその薬を常用していたから、無意識に過剰に摂取してしまった可能性が高いとされてる。無意識に。それだけ彼女の体も心も疲れ切っていたってことよね。本当に心が締め付けられるような話だわ。彼女の死は、ファンや映画業界に大きな衝撃だったんだ。そうでしょうね。彼女の短い人生とその悲劇的な結末は、エンタメ業界の厳しい現実を、まさに体現してたんだぜ。ジュディ・ガーランドの人生って、ただのスターの物語じゃなくて、苦しみと戦い続けた人間の物語だったんだね。今回は、ハリウッド映画界の闇を掘り下げながら、黄金時代に輝いていた女優、ジュディ・ガーランドについて解説したぜ。ハリウッドって、本当に夢みたいだけど、その裏には結構な影が潜んでたわね。今のハリウッド映画も、表舞台の華やかさの裏で、若い俳優たちに無理な条件を押し付けたり、不正な契約を結ばせたりするようなことがまだ続いているんだ。でも、昔と違うのは、声を上げる人たちが増えてきたことだな。ハッシュタグミープ運動とかで、もう泣き寝入りしないって感じが強くなってるわ。これからのハリウッドは、光と闇のバランスをどう取っていくかが課題だぜ。変わってほしいと思うけど、長年続いた慣習ってそんなに簡単に壊れないわよね。まあ、ハリウッドってのは、夢と悪夢が同じ映画館で上映されてるようなもんだし。どうせなら、夢だけのチケットを手に入れたいわよ。夢を売る商売が夢を壊す商売にならないように、みんなで脚本を書き直さなきゃな。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。